さんこんにちは、ゼロポイント TV の松本です。今日はですね、一般社団法人日本三産の代表理事でいらっしゃいます本間義行さんをお迎えしております。ではよろしくお願いします。では本間さん、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます、まあ、一般社団法人日本三産っていうのを立ち上げられたということで、はい、このことについて、はい、たくさんの方々もお聞きになってみたいなということで期待されていると思うんですね、はい、これはどのような団体か、まあ、ちょっと教えていただけますか。はい、わかりました、はい、まずその法人名にありますとおり、うん、日本三産、はい、まあ、日本三産、まあ、どちらでも読み方がいいんですけども、はい、日本がどういうふうに強くなっていくのか、また日本がどう取り戻されていくのか、そしてどう輝いていくのかっていうことを、うん、活動のテーマにした法人なんです、はい、うん、そうですか。具体的には、はい、じゃあこちらの方でどのような活動をなさっていらっしゃいますか。具体的にはですね、まず空手の指導ですね、はい、まあ、武道教育をしているんですね。空手の指導、武道の教育もこれに入る、はい、そうですね、はい、それとあとは、女性の力を強くしていくということを、うん、基軸にしたような講義、講座をしています。女性の力をというと、はい、ちょっとこうなんとかパワー的な感じですけれども、うん、まあ、女性本来のとか、そうですね、それこそ輝きをとか、うん、発声的にとか、はい、というようなね、はい、ことでしょうね。そういうことなんですね。具体的にはどんな感じのことを何か指導されているとか勉強今やってるのですね、はい、まずは所作ですね。所作、体の使い方、例えば座り方、座り方、おっと、お尻の力、お尻の力、背筋の立て方、は、背筋の立て方、おっと、という音とな感じの、そんなようなこともやりながら、その時に、まあ、おのおでね、まあ、おのおの先生にも、まあ、来ていただきながら、で、歌を歌って、そして自分の中の精神バランスを保ち、で、男性性と女性性、じゃあどちらをもって優位に、まあ、優位も何もないといえばないんですけども、どちらの方が、はい、まず初めに強くならなければいけないかといったら、うん、これからは女性性が高まっていかないと、はい、にっちもさっちもいかない社会になっていくんですね、うん、男っていうのは、まあ、そういったことがまずもう一つ で最後もう一個が、まあ、柱になるのが、まあ、ここにもあります通り大麻っていう植物なんですけどもね、はい、大麻という植物の、うん、本来の正しい、はい、認識というものの啓蒙、うん、またこの今大麻飾りというものが頒布元であり制作元であるんですけども、うん、これはまあ日本中、うん、おろか、まあ、世界中に、うん、この大麻の心というものをお伝えをしていくと、うん、また大麻のエネルギーというものをお伝えしていくと、大麻、はい、が育つことによって土壌にどういう影響が及ぼされていくのか、また神道と大麻、神道ですね、神社ですね、神道と大麻、神道と大麻っていうのがすごく重要なんですよね。もう大麻なくして神道は語れないと。あ、そうですか。払いを語るなら大麻を語らなければいけないっていう。あ、世間で大麻とかを何か使ってるとか、はいはい、大麻が好きだとかいうことをすら何か、ね、こう、で、小耳を立たせられているような、はいはい、そんな風潮まだありますから、はいはい、まあでも一方では、いやいやもう本当に世界でね、うん、今もう大麻認められつつある、うん、あるいは解放されつつあるっていう、うん、もう非常に情報最先端ではね、はいはい、進んでいるようなところもあり、うん、ちょっとそのあたりを聞かせていただいていいですか。はいはい、大麻のことについて、大麻と神道ということにじゃあちょっとついていきましょうかね。大麻がまず、大麻って昔から日本にはずっと育ってたんですよ。で、それ自生もしてましたし、大麻農家っていうのもあって、大麻の繊維からね、まあ、いろんな服を作ったりとか、うん、それをね、例えば日本で言うならどれぐらいの時代とかって、うん、でももう戦前です。戦前からですね、はいはい、第二次大戦前ですね、うん、大東亜戦争の以前までは大麻農家がしっかりと根付いていたんですよね、うん、そして、まあ、対戦で我々敗れて、はい、そして GHQ が、まあ、占領政策の一環として、はい、大麻を、うん、取り締まるというような、はい、政策が発布されました、うんうんうん、
この大戦の時に一番 GHQ が、ね、恐ろしかったのはね、やはり神道、まあ、国家神道としてのね、神道を、まあ、なんていうんですかね、政治家たちが、まあ、天皇陛下も含めて、まあ、利用したんですよね。国民をこの神道のもとに決起させるために、一つにまとめるための神道として今まであったんで、この時に必要だったのがやはり大麻。昔江戸期は大麻は神宮大麻って、まあ、伊勢神宮なんかのねお札は神宮大麻って記載がありますけども、あ、本当に本当に大麻なんですよ。あ、そうですか。だから大麻って書いてお札っていうふうに、大麻と書いて、はい、お札って読ませてるんですよ。あ、そうですか。そんなこと知らなかったですね。辞書にもね、はっきりと、あ、そうですか、記載があります。お札ということしか耳にしてこなかったです、だけどお札っていうのは実は大麻のことだったんですね。でこれは別にただ当て字で大麻、お札って言ってるわけではなくて、はい、実はその大麻自体に本当に神様を寄せる力というものが、信仰とかそういうレベルをはるかに超えて実在してるんですよね。エネルギーとして。そうです、そうです。ですから昔から田んぼを10作ったら大麻を1育てろっていうふうに言われてるんです。10対1の比率で育てることで土地が枯れない、大麻を育てなければ土地がどんどん枯れていきますよっていう言い伝えが昔からあるんですよね。そうですか。じゃあこれ何を意味してるかというと、大麻を育てることによって、まあ、神様という神様なんじゃ何かといったら、ここではですね、生命の断りっていうふうに考えていきたいんですけども、生命の法則ですね、例えば水を飲まなければ人が死ぬとかね、太陽がなければ人が死ぬっていう断りというふうに考えて、まあ、大筋宇宙のルールと、そうですよね、宇宙の法則っていうふうに考えていいと思うんですね。こちらの、そちらのものをもうちょっとこう、はい、カメラというか、はいはいはい、ちょっとご説明いただいていいですか、はい、今おっしゃったことを、まあ、昔からですね、はい、このタイマーというのは、はい、神社なんかね、お祓いでね、ぬさってね、あるんですけど、こう皆さん神社行った時にね、経験があると思うんです、まあ、左、右、左ってやるんですけどね、先っちょのふわさふわさとついてるあの棒の先っぽにはね、必ずタイマーがついてるんです。そして、はい、払いにたまえば清めたまえってやるんですけど、ね、ただ昔のやり方っていうのは実はタイマーを引くっていう作法なんですよ。朝引きっていう作法で、このタイマーを実際に触れてこう引くんです。こういうふうに引く、もしくはこうやって自分の体を撫でる、朝で、これが昔の払い清めっていうふうに、みそぎ払いの作法。そしてこの大麻に邪気が移るんですよ、人の持っている想念と体の中の生命の氷に反するエネルギー体、こういったものを、邪気を大麻が吸い込むんです。そしてここが吸い込んだ大麻を川に流す、いわゆる水に流すっていう語源は、実はただ滝をこう浴びるんじゃ、浴びて、あ、水に流したみたいな感じじゃなくて、実は大麻に邪気、とが過ちをね移して水に流す、川に流して大海原に持って行っていただく、そういう意味なんです。それが本当の水に流すっていう日本の独特の、精神的な、まあ、これ最上級の哲学だと思うんですよね。しかもその生産量というか、それはどうなんですか。県知事制なんですね。県知事制ですか。で、県の知事に委ねられているんです。あ、そうですか。そうなんです。で、県の知事の、ライセンスが下りれば、大麻を育てることができるんです、ね。あ、そうですか。ただなかなか戦後、この大麻のライセンスが、下りた方というのは本当に数える程度しかいない、まあ、非常に難関であると。今現状では下りている県とかっていうのは、いくつかあるとか、はい、あります。全国的にちらほらあるんですけど、その中の、まあ、生産量の最も多いところは栃木県、でここはもう昔から麻の栽培地だったんですね。こう必要なイノベーションはこういう式だなとかね、ここを変えなきゃ、というような、そこはどんな感じ。そうですね、まず常識はね、
常識疑ってかかった方がいいっていうことをまず皆さんにお伝えしたいということと、うんうんうん、私たちもいつもそうです。そうですよね。そしたらね、もう一個は人目を気にするんじゃないよと、うん、いうことですね。そして最も信頼すべきものは、うん、体と心の感覚、はいはい、この2つが最も神がかっていて、普通の方でも分かることのできるものなんですよ。はい、では、まあ、そういう活動を通じて、はい、今皆さん方が変わって来られた何か現象とかね、うんうん、これはタイマーに関わることでお伝えしたいなと思うんですけども、本当にタイマーというものを例えば、まあ家にこうやって飾る、もしくはこう触れる、そして自分自身でみそぎ払いを起こしていくという自己責任でやっていく、まあ、こういったことによって何が起きていくかといいますと、自分の中にまず主権者であるという力が湧き起こります。そしてそれはじゃあどういうことを意味するのかってことがすごく重要なんですけども、これは自分自身の人生をセルフデザインできるんですよっていう、こういう自信、もしくはそういう現象が起きてくるっていうことをよく耳にします。あ、そう。じゃあそういう本間さんでいらっしゃるんですけど、うん、最後にですね、はい、まあ、これからさらに、うん、まあ、どのような目標とか、はい、活動方針とか、うん、計画とかっていうことでお話をお聞きしたいなと思うんですけど、うん、そうですね、まあ、これも、本当空手のね、うんうん、活動、はい、もう本当にしっかり、うん、そしてまた女性性というものを、まあ、女性のね、本当に女性的なエネルギーを癒していくと、もちろんそのパワーを支えていくこともまたしっかりなんですけども、本当このね流れから言って大麻のことに照準を合わせて話をさせていただくならば、まずこれは日本中、そして世界の人々にこの大麻っていうものがいわゆる嗜好品で、まあもちろんね、葉っぱを吸ってリラックスしたりするのももちろんいいと思うんですよ。ただ王道というものは葉先よりも幹にあり、そしてここに人々の魂を目覚めさせる、人々の心を整理整頓させていくエネルギーが宿っているんだっていうことをまず知っていただきたい。じゃあそれに触れることによって、今までねいろんな迷いがあったと思うんで、さまざまな宗教ね、そういったものを外側のエネルギーと自分の内側のエネルギーと、実は大麻というのは結ぶっていう、なるほど、融っていうのは糸にね、吉じゃないですか。実は糸編の融っていうのは結び、霊を生むっていうのが実は結びの語源なんですよね。それがこの朝なんだよってこと、そうですか。ますますご活躍を、はい、これからもいただきたいと思いますので、はい、頑張ってまいります。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、今日は本当にありがとうございました。素晴らしいお話ですね。ありがとうございます。引き出していただきながら、楽しく